どうもさっさんです。今日はですね、ちょっと珍しくこのゲーム部屋の方から撮影してるんですけども、今回何をするのかというと、このマイクアームについての動画でございます。結構ね、動画のコメント欄でマイクアームってあった方がいいんですかとか、もしあったらおすすめ教えてくださいとか聞かれること多いんですけど、まず最初に言っておくとですね、こういったコンデンサーマイクであったりダイナミックマイクを使って、まあ、ゲーム配信するとか、配信じゃなくても友達とね、ボイスチャットするのにこういったマイク使ってるっていう方であればね、もうあった方がいいんじゃないかなと思います。マイクアームがあることによってどういったメリットがあるのかというと、まずですね、こういう感じでマイクを宙吊りにすることによってですね、デスクの上に設置するよりもキーボードとかマウスからね、距離が空くので、まあ、その音が入りにくくなったりとか、あとはですね、口元にできるだけ近づけられるので、マイクの入力原因を下げることができるんですよ。そうするとね、声以外の、まあ、例えばね、エアコンの音であったりとか、まあ、ノイズが小さくできてより高音質に使えたりとかでね、場所の調整っていうのも簡単にできて、まあ、口元にね、すごい近づけられるって言ったんですけど、それだけじゃなくて使わない時はね、後ろの方にどかしたりとかできるし、配線もね、マイクアームに収納できるものであればスッキリ見せることができるんじゃないかなと思います。で、今使ってるのが L 型のね、ウェーブマイクアームっていう製品なんですよ。これがね、めちゃくちゃ気に入ってまして、まあ、どういった特徴があるのかというと、まずですね、マイクを自由な角度で動かすことできるんですよね。一般的なマイクアームであればこんなに自由に動かすことできないんですけども、これはね、グリグリに、マイクの向き変えることができて便利っていうのと、あとはマイクケーブルをアームの上部にね、収納することができたりとか、で、土台部分はですね、延長のポールみたいなやつがついてるので、結構ね、マイクアーム高さを出すことができるんですよ。それによってね、モニターの上から簡単に出すことができて、まあ、遠くまで届くっていう、メリットがあります。そんな感じでですね、このマイクアーム非常に気に入ってるんですけど、 L 型からもう一つ別の種類が出ております。はい、それがこちら、エルガトのウェーブマイクアーム LP っていう製品になっております。こちらね、LP が付いてないモデルなんですけど、LP っていうのはロープロファイルの略なんですよ。まあ、ロープロファイルってこう低いっていう意味だと思うんですけど、こっちはね、モニターの上部から出すんですけど、これはね、すごい低いので、モニターのね、下からマイクをこう出してね、口元に近づけるっていうことができて、これめちゃくちゃね、便利らしいんですよ。これはですね、今日初めて使うんですけど、なんかね、めっちゃ人気すぎてずっと品薄だったらしいんですけど、まあ、最近ね、在庫復活したらしいということで、ね、今回の動画でね、このウェーブマイクアーム LP、使っていきたいなと思います。はい、じゃあこのウェーブマイクアーム LP 開封していきましょう。いきまーす。オープン。はい、一応ですね、こういった説明書もついていて、あとはですね、このデスクにクランプするパーツとこのアーム本体っていうね、非常にシンプルな構成になってますね。はい、じゃあ実際にデスクに設置していきたいんですけど、奥の方につけちゃうと、まあ、どんな感じなのかっていうのが、見えにくいと思うので、まずはね、試しに手前側に、つけてみたいと思います。じゃあね、この、クランプ部分、これでデスクを挟み込むようにね、固定するんですけど、一応ね、これ挟む部分にはゴムみたいな、ね、クッションがついてるので、まあ、デスクをね、破損したりとか、傷がついたりっていうのはしにくくなってますね。これで、まあ、しっかりと固定すると、もうかなりガッチリ挟んで動かなくなりました。じゃあ次はですね、今取り付けたクランプ部分にアームをね、差し込みます。もうこれはね、ただ入れるだけなんで、もうめっちゃ簡単。はい、こういう感じですね。はい、全体映してみるとこういう感じですね。ちょっとデスクの下の配線が汚すぎるんですけど、あんま気にしないでください。で、実際使う時、モニターの下からね、このアーム出すっていう時は、この部分、土台からね、1本目のアームの高さがね、非常に重要になると思うんですけど、これが実測値で 10.2 センチですね。なので、モニターの高さをもっと低くして使ってるっていう方は、モニターの下からね、このアーム出すことできないので、そこはね、注意していただきたいっていうのと、あとはデスクの奥に取り付けて、こう手前に引っ張ってくるっていう場合は、この長さもね、かなり重要だと思うんですけど、1本目のアームがですね、だいたい32.5 センチぐらいかな。で、この2本目の土台部分までで30センチぐらいなので、モニターをあんまりね、手前に引いてしまうと、この長さが足りなくなっちゃう可能性があるので、そこもね、注意が必要かなと思います。で、こっからここまで、全体の長さとしては74センチあるので、まあ、かなりね、遠くまで届くんじゃないかなと思います。
はい、じゃあ次はですね、ケーブルの収納方法について、この LP タイプのウェーブマイクアームをね、このアームの中をねケーブル通して、まあ、すっきり見せることできるんですけど、これどんな感じでやるのかっていうのを、お見せするとですね、この上に、マグネット式のカバーがついてるんですよ。なのでめちゃくちゃねカバーの着脱簡単で、このね穴に指を通してもうこうやって持ち上げるだけで、簡単にですねこう外すことができるんですよ。こっちもね同様に、はい、これだけでねもうカバー外すことができて、試しにねこの白い USB ケーブルを使ってねこれに収納してみると、はい、もうこれだけでね、ケーブル隠すことができました。これめちゃめちゃ簡単。今私さんが使ってるねこの LP じゃないウェーブマイクアームもケーブル隠すことできるんですけど、このカバーがねなんかシリコンみたいなやつを、溝にねこうグッグッて挟むみたいな、そういう感じの使い方になってて、まあ、ちょっとね使いにくいんですよ。まあ、頻繁にねこのケーブルを、まあ、出したり入れたりするってことないと思うんで、まあ、いいっちゃいいんですけど、一応ね使い勝手としてはこっちの方が、いいのかなと思います。はい、じゃあ説明はこのぐらいにして実際にねデスクの奥から、取り付けてみます。はい、ということでこんな感じでマイクアーム設置してみました。で実際使うってなると、まあ、モニターをね例えばこの辺に設置して、こういう感じでですね、モニターの下を自由に移動することができたりとか、あとはですねこの関節部分、これはね、向きをまた変えることができるっていうのと、あとはねこれ高さを変えるってことができます。はい、こういう感じでですね、まあ、調整して、固定するってことができるんで、まあ、こんな高くはしないと思いますけど実際は、まあ、こんぐらいの位置にして、あとはですねこのマイクの角度っていうのもこっちのね関節部分で調整することができるので、もうめちゃくちゃね口の前にマイク持ってくるっていうことができるし、でもちろんこのマイクはね浮いた状態になっていて、その下をね自由に使うことができるので、まあ、ゲームやったりしてもねキーボードとかマウスを操作する手が干渉するとか、そういったこともね、まあ、一切ないんじゃないかなと思います。まあ、今実際に取り付けて触ってみた印象としてはですね、確かによくできてるわ。これはね人気になるのも分かりますね。普通のマイクアームも、まあ、自由自在に調整ってできるんですけど、ちょっとねモニターに被ってきたりして邪魔なんですよ。はい、皆さんにもね殺傷視点お見せしたいんですけど、これがね普段ゲームやってるモニターなんですよ。でいつものマイクアームであればね口元にこう近づけることっていうのはできるんですけど、それだとね左側のモニターを見るときに、まあ、やっぱここにマイクがあるんですよね。これがね、まあ、ちょっと邪魔というか、まあ、ゲームをする分には問題ないんですけど、配信とかでねこっちの画面見るときはちょっとこのマイクがねある分後ろが隠れちゃうんですけども、こっちのマイクアームであればね、まあ、こうやってゲームやりながらこっちのモニターを見ても一切ね邪魔にならないんですよ。これは確かにいいわ。でゲームとかボイスチャットしなくてマイク寄せたいなっていう時はねもう簡単にこうやって動かせるんでね、この関節がねかなりスムーズに動きますね。これもね結構いいポイントですね。一般的なマイクアームってこの真ん中の関節から、上下の調整っていうのはね、まあ、普通にできるんですけど、横の調整できるやつってほぼないと思うんですよ。これはねウェーブマイクアーム LP の、まあ、一つのメリットだと思います。たださっきも言ったんですけど、モニターの下にねこのマイクアームを通して使うっていう場合にはアームがある分ねこれより下にモニターを下げるっていうことができないっていうのと、あとはですね、まあ、今ちょっとカメラで見えにくいかもしれないんですけど、このね関節部分からちょっと高さがあるのでこれより手前にモニターを持ってくるっていうこともできないんですよ。その点だけ注意が必要ですね。まあ、例えばモニターの下を通さずにねデスクの横とかにこのアームを取り付けて使うとか、そういう風にすることで、回避するっていうことはできるんですけど、まあ、一応ね覚えておいた方がいいんじゃないかなと思います。特にね、奥行きあるデスクを使っていて奥からねこのマイクアーム、出して使いたいという場合にはね、注意が必要なのかなと思います。
はい、というわけで今回はエルガトの人気製品ウェーブマイクアーム LP、試してみたんですけども、まあ、かなりねいい感じなんじゃないかなと思いました。今後私たちもね実際これ使っていこうかなと思います。ただね何回も言っててくどいんですけど、このモニターアーム設置の位置とか、まあ、環境によってはね、これを使うことによってモニターの可動域をね、制限されたりとか、まあ、ちょっとね自分から遠い位置じゃないと使えなくなっちゃうとか、そういった可能性もあるので、まあ、そこはね、ちょっと注意していただきたいなと思います。人によってはねこの LP タイプじゃなくて普通タイプの方がいいとか、そういった方もいると思うので、まあ、ご自身が使ってるねデスクのサイズとかどこに設置しようと思ってるとか、そういったことをですね一度シミュレーションしてみてから、まあ、問題ないのかっていうのをねよく検討されることをお勧めします。はい、ということで今回は以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバーイ。